芝浜三遊亭園長。魚屋の勝五郎は大の酒好き。毎日毎日酒ばかり飲んで商売をサボっています。ちょいとお前さん、起きとくれよ。早く商いに行ってくれなきゃ。釜の蓋が開きゃしないよ。おかみさんに尻を叩かれた勝五郎、しぶしぶ芝の魚河岸にやってきました。ところが時が早すぎて、どこの問屋もまだ閉まっています。仕方ないので眠気覚ましに海で顔を洗っていると、足に紐が引っかかりました。紐の先にあったのは汚れた革の財布。中を見た勝五郎は大慌てで家に戻りました。芝の浜で金を拾った。数えてみるとなんと50両もあります。これだけありゃ商売なんぞに行くことはねえや。はははははは、祝いの酒だ。勝五郎は浮かれた様子で一気に酒を飲み干して寝てしまいました。昼近くに目を覚ますと、今度は友達を連れてきて飲めや歌えのどんちゃん騒ぎ。ぐでんぐでんに酔っ払ってまたまた寝込んでしまいます。ちょいとお前さん、起きとくれよ。大勢引っ張ってきて飲んだり食べたりした払いはどうすんの。え、50両どこにあるんだい。情けねえ、お酒ばっかり飲んでるからそんな夢を見るんだよ。夢か。そういや前から時々はっきりした夢を見る癖があるな。すまねえ、おらやっと目が覚めた。酒はきっぱりやめて明日っから商売に精を出す。それからちょうど3年目の大晦日の晩、おかみさんは勝五郎に打ち明けました。お前さんが芝の浜で財布を拾ったのは夢なんかじゃない、本当のことだったんだよ。ごめんね、嘘をついて。でも拾ってきたお金に手をつけたら大変なお咎めを受けるだろう。だから夢だってごまかしておかみに届けたの。そしたら落とし主が現れず戻ってきたんだよ。お前さんが一生懸命働いてくれるようになってありがたい。もう飲んでもいいよ、一杯やっとくれ。そう言われた勝五郎は大喜び。湯飲みに酒をついでもらいましたが、ちょっと考えて。よそう、どうしたんだい。また夢になるといけねえ。おしまい。解説、おかみさんが嘘をついたのは勝五郎を罪人にしないため、また改心させるためでした。勝五郎はおかみさんの気持ちに気づいて感謝します。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。